よくわかる、11月通常会議の概要。審議期間、令和5年11月27日月曜から、12月25日月曜、29日間。11月通常会議では、令和5年度一般会計補正予算をはじめ、合計47件の議案が市長から提出されました。 市議会としては、議員個人による受け負いの状況の透明性を確保し、議会運営の公正と事務執行の適正を図るため、市議会議員の受け負いの状況の公表に関する条例制定に係る会議案を提出し、可決しました。また、人事院勧告などに伴う議員及び 特別職の期末手当改定に係る関連議案については、否決及び修正可決しました。このほか、9件提出された意見書案のうちの4件と、決議案1件を可決しました。市民からの請願は3件提出があり、審査した結果、大津市の介護保険給付準備金55億円を活用して、 介護保険料の引き下げを求める請願を採択し、他2件は不採択となりました。ここでは、本通常会議で審議した条例や補正予算など、主な議案の内容をご紹介します。条例改正、医療費助成条例の一部改正、子供と障害者の医療費助成について、 令和6年4月診療分から対象者を拡充するため条例が改正されました。女性拡充対象者子供の医療費助成中学校卒業までを18歳となる年度の末日までに延長障害者の医療費助成以下の対象者を追加 20歳以上の身体障害者手帳3級と、精神障害者保健福祉手帳2級所持者。精神障害者保健福祉手帳1級所持者。特別児童扶養手当1級支給対象児童。条例改正。国民健康保険条例の一部改正。 国民健康保険の被保険者が出産する際、3前産3後に相当する期間の国民健康保険料の所得割額と均等割額の4ヶ月分、多体の場合は6ヶ月分を減額するよう条例が改正されました。国民健康保険料の計算方法、加入者の所得に応じて計算する所得割、 世帯の加入者数に応じて計算する均等割。一世帯にいくらと計算する平等割を合わせた金額が保険料となります。条例制定。グラウンドゴルフ場条例の制定。四コース、三十二ホールからなる、大津、大石、淀グラウンド、ゴルフ場を、令和6年5月末、予定。 に解説するため、条例が制定されました。大津大石淀グラウンドゴルフ場の概要。所在地大石淀町737番地の6。会場時間午前9時から午後5時まで。休場毎週水曜日年末年始。使用料個人使用 1回700円。中学生や障害者などは1回350円。市外利用者は1.5倍。専用仕様。1時間1コース2360円。条例改正。いかだち保育園移転整備に伴う関係条例の一部改正。 イカダチ保育園の移転整備に伴い移転先となる近隣の福祉施設を廃止するため関係条例が改正されましたイカダチ保育園移転整備計画イカダチ保育園の園舎の一部が耐震基準を満たしておらず園庭の大部分が土砂災害警戒区域に指定されている状況を踏まえ令和7年度の供用開始を目指して 近隣の触れ合いセンター、児童館、老人憩いの家を改築し、保育園の園舎として活用します。補正予算、障害学習センター、隣接用地の取得、障害学習センター、本丸町6-50の駐車場増設と、指導の歩道拡幅のため、同センターに隣接する、県有地、 警察官舎用地の取得に必要な経費が措置されました。補正予算住民税非課税世帯および均等割のみ課税世帯への物価高騰に対する支援国のデフレ完全脱却のための総合経済対策を踏まえた物価高騰対策緊急支援給付を行うための経費が措置されました。 給付の概要。令和5年度、住民税均等割非課税世帯へ、1世帯当たり7万円の追加給付。令和5年度、住民税均等割のみ課税世帯へ、1世帯当たり10万円の新規給付。上期対象世帯のうち、子育て世帯へ、18歳以下の児童1人につき5万円の加算給付。 補正予算、高齢者への物価高騰に対する支援、本市独自の支援として、国の支援給付対象外の65歳以上の高齢者へ、1万円の商品券を配布するための経費が措置されました。条例改正、人事院勧告などに伴う、関係条例の一部改正、 人事院勧告などの内容に鑑み、正規職員と会計年度任用職員の給与などを引き上げるため、関係条例が改正されました。なお、議員および特別職の期末手当の改正に関する条例改正については、支給割合を据え置くよう、否決および修正可決されました。トピックス 議員と特別職の期末手当引上げに関する議案を否決及び修正可決。11月通常会議では、人事院勧告などに伴う給与改定に関連する議案が市長から提出されました。このうち市議会議員や市長、副市長、公営企業管理者、教育長、 上金監査委員の期末手当の増額については、物価高騰などにより、多くの市民、事業者が未だ困難に直面している現状では、市民の理解が得られないとして、一般会計補正予算の当該増額部分を減額し、公共施設等整備基金に積み立てる修正案が議員から提出され、採決の結果、 修正案を可決しました、またこれに合わせて、市議会議員と前述の特別職の期末手当の支給割合の改定にかかる条例の一部改正議案についても、否決及び修正可決され、人事院勧告などに伴う市議会議員と前述の特別職の期末手当の引き上げは行われないこととなりました。 本コーナーはいずれも議決した予算や条例の内容をお知らせするものであり、まだ事業が実施されていない場合などがあります。